勝ち抜き対決サクサクセスシーズン2第2弾目、グループ2人目に戦うは阪神タイガースの北条文也、内野手と対決だ。能力はこのようになっていて、全然強くないですよね。こんな選手を年間遊撃手で守らしたらまずどんだけエラーすんねんっていうね。早球 G で捕球 E の48、手動でもオートでも使いづらい選手やで。それでいて全然打てない、そんな能力でどんな成績残すねんっていうね。ぶっちゃけ敵じゃないね、勝てんねん絶対にね。前回の動画藤浪と対決しましたが、この北条も一応ペナントで回したんですよ。その時で全然いい数字残してなかった。その流れのままに今回動画撮影してるんで、全然いい数字を残すというイメージを持てないんですよ、うん、だからもう普通に勝って当たり前、勝つのが当たり前で、負けたらすんげえ恥ずかしい、負けたらいつもの倍のギフトカードの金額をお支払いしようかな、そう思うピーマンもいるレベルなんでね。だからこの選手に勝ちましょう。ちなみに今回ペナントで回す際は視聴者の方の要望もあり、打順8番遊撃手フル出場起用でペナント回す予定です。選手を作る際は前回同様阪神タイガースで、持ち込みアイテムはね、その打順8番っていうのがすごくいいよね。あまり能力を意識しなくていいから、例えば上位で使う場合はミート能力とか必要、クリアップ打つ場合はパワー必要とか意識するけど、8番ってね、野球の打順の中で一番そういう部分を意識しなくて作れるから、だから伸び伸び選手を作ろう。ここはどうしようかな、ヒーリングカードとあとはチヤホヤカードかな、うん、この2枚を持ち込んでのびのび気軽に手軽に選手を作って勝ちましょう。レッツ勝ち抜きサクサクセス2人目、ステージはワンワン、緊張感皆無な環境で選手を作っていく。初期能力こんな感じ、いいんじゃない別に、楽観的だ。あ、弾道パネルもあるね。補助の弾道が3である以上はこちらも3以上であってほしい、あっていたいですね、欲しいではなくて、他力本願ではなくて、そうしましょう。そうなるように選手を育てていきましょう。あと守備能力ね。まず、北条並みに早球でエラーすることはこの時点でないってことは確定やから、早球 G などという赤徳はつかないから安心してくれ。阪神ファンを安心させられる守備能力を持った選手ですよね。あんな安心感皆無やで。手動で北条を動かしたことあるけど、まあ使いづらいこと、使いづらいこと、本当にね、使いづらいとかもはやそんな次元にいないよ、使えないよ、使っちゃダメだよ遊撃士としてね。まあでも使わざるを得ないのが、まあ阪神タイガースらしいんでね、しゃあないでしょうねそれはね。ああ、でおにぎりパネル追加、一回またシャッフル踏んでみようかな。ちょっと環境が悪すぎる、もっといい環境、なんやねんこの全体的な赤の王様、うっとうしいな。もう一回シャッフル踏んで、ちょっと長いしすぎやな、もう出んとこれ。あ、最後おにぎりパネル踏んで、なんやねん二の身の回復って、気分良くないね。緊張感とかそういうもの全く持たずにやろうとしてんの、こういうことやられるとちょっとイラッときて、ムッときて、グッときて、耐えるわ、こらえるわ。次のステージ、あ、いいじゃないですか、先赤多かった分青が多いんでね。選手いるんでいっぱい会いたいんですけど、全部に会うことは不可能か。いや、つかん、相沢、これ映画内で作った俺の相沢ですね、それがいいやつ感持ってるんで、ナイス、センキュー、いいものくれたね。最後子が親に恩返しをしてくれたやん、親孝行ってやつですね。弾道も4になったぞ。おいおいおい、阪神には珍しい高弾道な選手やな。だからこそパワーもつければね、いいんじゃないですか。8番ですからね、さっきも言った通り伸び伸びしてていいんですよ。守備能力もある一定あればいいし、北条レベルだったらね、打撃に関しても伸び伸びと作ればいい。ただ弾道4になった以上はもうパワーに特化して、北条が残せないであろう本塁打を記録して圧倒的に勝っていく、それがいいかな。どのポジションであろうが、やっぱ野球っていうのはホームラン打つやつが正義ですよ、いつの時代もね。それは現代2019年2020年も同じです。力は正義で大正義ということを考えたら、そこにちょっと偏っていくのもありかなと思うんですけど、ちょっとカレン、そこでうろちょろすんのやめろ、もう。はい、はめた、よかった。威圧感はもうゲットできないのでいらないぞ。体力回復。おお、無事パネル輝き始めた。どうや、おにぎりパネル追加、最高かよ。いいですね、いいこと尽くしやな。で、宝箱の中身は野球人でね、特殊能力。逆境丸プレッシャーラン。ああ、もうこの時点でなんか北条よりも相手にプレッシャーを与える選手って感じするけどもね。いや、もっともっと高みを目指す。で、なさすぎた体力もここで一気に取り返したね。オーケー。で、まだ強くなれるからなる。オーケー。満塁男、満塁の機会がどれだけあるかわからへんけどね。ヒーリングカードもよく働く。印象ええわ。これちょっと待ってよ。おーと、はい、特化パネル。で、はい、全部パワー、パワー、力、力。大体の回復、まだ終わらない。終わりじゃない。ひたすらに。いや、でももう終わる。ちょっと誰か上げられてないからね、そこの部分上げていこう。なんか、いろいろと踏んできた割には、そこまでの成長を感じられないな。特殊能力という手はついてるけどね。まあ、こっから上げていけばええか。なんか、あまり成長を感じられないよね。確かに歩んできたはずなのに、道のりも。おかしいな。ようやく D を超える走力出てきたけどね。言うても D やん。
またカレンも鬱陶しいじっくりやないか。あ、またかゆく。ありがたいね。かゆくイベントが立て続けに続く。センキュー。いやー、特殊能力。あー、ポイントまでついた。ほんと、パワーヒッターとして育成するのが正解だと思うんですけど、ただこのステージ青ないからな、言うほど。でもこのまんま終えるのももったいないし、いろいろとやっていきたいよな。うん、体力はただ余りな状況。終わりにするには惜しすぎる。あーね、カレンいい感じで横にいるんだけど、はめれない。シャッフルでどこ行く？来んない？こっち。あそこか。いやもうこれゴール目指、あーでもちょっとゴール目指すのも怖いねこれ。いやいや、なんでこっち来んの？赤パネル踏みたくないよこっち。もう下から行く。来んなよ来んなよ。お前はお前の道突き進め、俺は俺の道行くから。おカードゲット。あー、カレン吹っ飛ばしカードだったらよかったんだけどね。その保険持ちたいわ。なんか中途半端だね。宝条よりも全体的な能力が低い。特殊能力はあるからいいけど、いや、あるからといってもそこで活躍するかどうか分かんないしね。能力っていうものが絶対なんですよ。それがないと確実性が生まれてこない。博士いる。え、前回もおったよね。前回やったよね。ほんで成功したよね。え、またやれってことでしょうかね。でも位置がちょっと遠いから、それは一旦置いとこう。博士うんぬんはね、それよりもほんとパワーだけでもあれば全然世界は変わるから、そこやで。は？いやいや、そんな急な気分の悪さえらへんねん。なんか半身って感じやな。あ、野球超人ね。あー、全体能力アップ。これでちょっとは化けたな。世界が変わった感じするわ。見える世界が180度違うもん、さっきとね。おお、特殊能力やばい。え、ヒーリングカード。もうちょっと待ってよ、落とさなくてもいいじゃないかここで。これ体力回復して可能な限り青を踏んで、正直微妙感拭えないけどね。進めば進むほど微妙な感じする。これパワーの特化パネルに変わったね。せめて C は欲しいんだけど、残す体力的にできること限られてるし難しいか。あとゴール向かうだけ。いける？ゴール。あ、まあいけるはいける。ああ、カレンはめいけるやんけ。そもそもナイス。カレンをはめて、はめたとしても体力そこまで回復するわけじゃないよね。で、ヤキマンも来てくれたらいいんだけど、残す体力は5。うわー、もうパワー下がる。1,2,3,4,5。あ、無理やな、どっちにしろ。1,2,3,4。あー、無理やな。焼きマン来ないのかな。近くに降りてくるみたいな展開、サービスはないのね。うわー、なー、特殊能力お化けではあるけどな。だが全体的にどやねんっていう感じもするな。いや、まあでもこれだけの特殊能力あればやな。あ、大丈夫だと思う。相手が宝珠やしね。まあ、しかし前回そして今回とかなり個性的な選手を作ったね。何なんだろう、このチームでやるとこういう選手しか作れへんのよね。面白いっちゃ面白いけど、俺は普通にいい選手を作る予定だったのね。ほんと個性の塊。まあそれで勝てたら全然問題はないんやけどね。ペナントマッサイのオーダーはこんな感じです。打順8番遊撃手フル出場起用。その他のオーダーはまあほとんどデフォルト通りですね、このオーダーはね。あと投手に関してはね、前回戦った藤波慎太郎を同じ起用法でペナント回していきたいと思いますので、まあ、前回はああいう数字を残してきた藤波、今回はどういう数字を残すのか、そこにも注目。じゃあまずは A 選手と名が付く遊撃手をこれから一気にシーズンの終わりまでペナント回していきますよ。 A のシーズン開幕じゃい始まった。さあ今回はどうなるんじゃろうか。まあ驚きはあってほしいですね。いいも悪いも淡々と終わるだけの動画にはしたくない。阪神が弱いという驚きは驚きじゃない。それ日常やんってなるやん。突っ込ませないで。上行け上行け。チームの順位は重要でしょうね。遊撃手でフルで年間守るってなったら露骨に変わってくると思うよ。守備能力は今回ね、北条も僕の選手も大した差はないけども、いやあるか。でもやっぱ北条は早急地位持ちやしな。あそこで明確に差が生まれるわけだからね。やっぱエラーからチームの流れって全然変わるから、シーズンのそのものが変わるからね。一試合単体の話しちゃうもんね。打席結果とかは1試合単体で収まるけど、守備のミスとかは鬼引いて全部変えちゃうから、やっぱあの特殊能力は痛いよね。まあ、サクサクセスではつかないので関係のない話ですけどね、僕の選手の立場からしたら。でも早急ミスがないだけで補給ミスとかね、その他いろんなミスが世の中ありますから、いろんなミス、人生のミスを犯してしまうかもしれないね。何かね、よからぬことをやったり。やめてね、何も使用しないでね。警察のお世話にならない選手を作ったつもりだ。A も B も警察のお世話になるんじゃない。どんな話やねん。まあでも今とこ2位につけている。いいっすね。まあ藤波慎太郎の活躍もあるのかもしれないね。前回同様いい活躍をすれば。前回の藤波は驚きだったよ。あんな数字残せると思わなかったか。
関東起用っていうのは先発ピッチャーにとって一番苦しいボロボロになりやすい起用法なんだけどね、それに対して、まあ、いい数字を残してきたからちょっと一瞬ビビったんだけどね、まあ、でも勝ったのは俺で、勝ちと認められたのも俺で、まあ、でもあの藤波であれば2020年復活するんちゃうかな、デッドボールを与えながらもね。ええや、野球に支給デッドボールはつきものや、受け入れろ、ビビりながら打て、抑えれたら正義じゃ。あで優勝したのは巨人、しかし最後まで2位につけた阪神タイガースが A のシーズンにいたことは確か。2位に導くっていうのは立派なものだよ。これはオートでなかなか見れる光景ではないけどね、阪神がこのゲーム差で1位とね2位にいるっていうのは。で巨人はポストシーズンで負けるっていうのはいつもの光景や、そこに驚きはない。成績の確認といきましょう。まずチーム順位は2位、76勝62敗、引き分け5で勝率は5割5分1厘という数字を叩き出したのが A が率いるこの阪神タイガース。リアルよりも断然いいですよね。ここにあの打ってるボーアサンズが加わればさらに強くなる2020年の阪神タイガースって感じするけどね。投手成績で見ていくと、あら、知って点数535、また防御率は 3.43。 いや A はいいんやけど、いつもこの辺ね阪神タイガースが指標トップなんすよ。今回トップになれなかったのはそれ以上に中日がいたからって言えば聞こえはそうかもしれへんけど、いいかもしれへんけど、ただもしかしたら遊撃手が A だったことなのが影響あるのかもね。でも阪神の遊撃手ってみんな似たり寄ったりでしょ、あまりそこ関係ないんちゃうかな。普通の阪神もこの A が率いる阪神も B が率いる阪神もね、なん似たような数字しか流れてこないんじゃないかなと思う、この失点の部分はね。まあ、これは見ていい悪いって言うんじゃなくて、これを A と B で比較していい悪いって言えるんで、 B がどういう数字を残すかはまだ分かんない。野手で見ていくと、あら、チーム打率また安打数に関してはトップやな。ここが得点数に関してはそれに対して他と差がある。まあでもリーグ3番目の指標を叩き出してるんで、いつもと比べて得点を取れている。本塁打に関しても118本、前回2回回して全部2桁台だったんだよね。3桁いったよ。ここ犠打105犠打、盗塁50と、まあ、こういう野手成績を叩き出している。まず最初に確認するのはね、前回戦った藤波の投手成績から見ていくと、オープンどや、あら、規定投球回到達してないやんけ。え、嘘でしょ。これ防御率順で並んどるんでね、どうでしょうかね。藤波さん早めに出てきてね、どこにいる、あ、だいぶ下の方にいますね。あ、ここにいた。防御率 6.03 だってばよ。前回何だったんや。やっぱ関東起用で能力がこれの選手、無理から起用するとこんな風になるやな。また注目なのは、これだけ無理をして使えばデッドボールも7個と多いわな。チームトップやでしょ、規定投球回到達してないのね。リーグ全体で見ていくと、あ、まあ伊能がトップやね。まあ、でもこれ規定投球回到達してないピッチャーがここにいる。また阪神からそれ2人目いる、高橋もそうというね、乱闘を発生させたいんかなって思うレベルですけどね。他球団に喧嘩売ってるとしか思えへんわ。まあ、いや、そこはね、藤波はあんなボロボロになったけども、一番大事なのは A がどういう個人成績を残したのか、そこを見ていきましょう。成績オープン。打率2割9分2厘というチームトップの打率を残してきた。これがトップ何回というちょっと寂しさ悲しさあるけれども、トップなのには違いはない。143試合遊撃手でありながらフルできっちりと出場しての2割9分2厘の493打数の144安打、2塁打29本、3塁打0本、本塁打何本、19本。阪神の遊撃手が10本打つっていうのは鳥谷以来でしょ。それでいて19本ってなったら、なかなか過去遡ってみてもいないんじゃないかな。パワーがあるね。塁打数は230塁打。打点83打点。8番起用で83打点か。上位で使ったらどうなるんだろうね。一応ロックはしているので、そんな点々と変わってないはずなんですけど、もしかしたら阪神の中ではかなり打ってる部類に入るんでね、途中でオートによって変えられた可能性もあるね。この打点数見る限り8番でこれやばいよ。得点圏機会もあるからね。145の43で得点圏打率2割9分7厘、本塁打率 25.9、 得点53、三振80個、三振率1割6分2、フォアボール69個、デッドボール3つ、犠打1、犠飛2、併殺4で盗塁は1個、成功率は5割、連続安打9、連続出塁30、連続の安打15、猛打賞9回、対左2割9分9厘、対右2割8分9厘、長打率4割6分7、出塁率3割8分1厘、 OPS 8割4分8厘という成績を遊撃手でありながら残した A。
そらこんな選手が遊撃手におったらそらチームも強くなるわな。遊撃手によってチームの順位ってすごいブレるのよ、ナックルのようにね。これはいいブレ方をしたんじゃないでしょうか。打撃成績は守備の部分で見ていくと、うわー年間失策21めっちゃ多いやんけー。どっちにも当てはまるな。北条にも見えるし、また俺の作った選手にも見える。どうなんだろうねこれはね。いただけませんね。例えばですけど敵チームのこの年間失策数を見ていくと20代っていうのは、あでも坂本も20個なのか、あ意外やね。でも坂本の場合は3割打って32本打って106打点も上げられるから、まあ許されることだって、まあ、別にね、あの打撃成績であれば阪神ということを考えたら21個でもそんなに文句言う人はいないんじゃない。打撃成績がええからようやったっていう阪神ファンが喜んでる手叩いてにこやかな、そういう姿想像できるわ。まあだからやっぱ打ってる分いいですよね。これで全く打ってないのであればもうあかんけど、 OPS8 割台残しているのであれば全然そんな悪い印象は僕自身はないですけどね。まあ視聴者がどう判断するかは分かんないけどね。最後に野手成績見ていきましょう。打率トップはアルモンテの3割4分6厘で、A の選手が残した打率は全体12番目、メヒアと並んでの打率やね。安打数に関しては全体、これも下の方か、15番目、8番起用っていうのもあるわな、ね、やっぱりね、他と比べて打席数打数も少ないからしゃあないでしょう。二塁打の数はリーグ5番目、本塁打に関しては筒香がトップで全体15番目ということになってる。阪神の中では誰や、マルテに次いで2番目か。それがまた悲しいよね、この選手が2番にいるっていうのはね。で打点に関してはね、7番目、遊撃手、また8番起用でありながらこの打点数はすごいと思うよ。打撃手を3部門でまあいいところにつけてるよね。出塁率も高い選手なんで、そこを見ていくと全体3割8分1厘で全体10番目なの、レベル高えな。トップは4割1分8のアルモンテ。長打率という指標では全体の14番目、 OPS に関しては全体11番目。まあでも上を見たらさ、もう各チームを代表する主力ばっかですよね。8番の選手が各指標でトップ10をうろついてるっていうのはやっぱりおかしなことやし、それがまた阪神の遊撃手ということを考えたらよりおかしさを感じるよね。最後に年間表彰式です。十分ベストナイン、ありえねえわ。だって坂本が同一リーグおるから無理だよね。ゴールデングラブも無理だよね。じゃあ取れるものがあるとしたら何もないよねって感じ。うん、やっぱ坂本ですよね。でゴールデングラブ強打ですよね、おなじみです。これがパープル2019です。最後個人タイトルに関しても取れてるものは何もない、運が悪い、この時代に生まれたことを悔やもうぞ。続いて B 選手と名が付く遊撃手をこれからオートペナントで一気に最後まで回していきましょう。個人成績またチームのハードルものすごく高いですけど、 B は A を超えられるか。 B のシーズン開幕じゃーい、始まった、頑張れ。全部応援するよねひとまずね、目の前で起こるもの全てを応援しエールして見守りますよ、今の僕の立場としたらね。まあ今のところあまりあれ、まあでもさっきは結構早い段階から2位につけて、その後2位にべったり、巨人と阪神べったり癒着みたいな感じだったけどね。今密着もしてないし癒着もしてないし、まあでも全然優勝狙える位置にはつけてるかな。ヤクルト見たくなってないんでね、チームには多少の差はあるけど、あでも出始めたんじゃないかな。やっぱさっき優勝できたのはあんな遊撃手がいたからで、あっであの遊撃手を超える、また並ぶ、そういうものがいないとあの順位に行くことは難しいよね。 A クラス付近で持ちこたえてるという見方はできるが、逆に言うと上がれない、あと一つ何かスパイスが足りないような、そんな気もしてるんですけどね。まあでもどうだろうね、上がりそうで上がれないこの感じは気持ち悪くて仕方がない。上がるんなら上がる、落ちるんなら落ちる、どっちか2択であってほしい。あでも上がったね、ここに来て3位に浮上、全然まだまだ優勝は狙える位置だよね。 B もいいとこにつけている。おお近づいてるよ、あんまりチームに差は感じられないな。最終的に2位になるのであればね、一つの順位の違いはものすごく大きいです。そこを見て対決の勝敗を決める人もいる。いやしかし待てよ、先ほど圧倒的に巨人は行ってないからな。残す1ヶ月、今のところまた B クラスに転落したが、そこから上がるんじゃなくて、また落ちるん、ちょっと嘘でしょ、なんで落ちたん、落ちる必要全くないやん、上がれって、あ落ちた、結局5位で終わる。5位なのが阪神タイガース、阪神タイガースだから5位なのか、5位だから阪神タイガースなのか、その辺の因果関係が分からへんけど、まあこうなりましたね。明確な差が生まれた。
で、ポストシーズンでまたジャイアンツが負けるっていうのは日常風景。どうでもええわ。A と違って B がこういう風になったのは間違いなくどこか何かが変わったから。それは成績の部分でも出てるはず。これからいろいろと見ていく。阪神タイガースは順位5位、69勝70敗、勝率4割9分6でこういうことになりやしたと。さあ、優勝するチャンスは十分にあったんだけど、後半の持ちこたえるその力がなかったな。あと上がる力、上に上がる力ね。プッシュプッシュ。で、チーム防御率は 3.38 なので、さっきと比較したら、逆にこっちの方がいいか。うん、数字はね。失点数に関してもさっきよりもちろん良くなってる。被安打の部分では、あれ？こっちの方が多いぞ。あらら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  ら。失点防御率はこっちの方がいいのに、被安打で言うと30安打近くの差があるよね。何なんだろうね、この差は。気色悪い差はね。まあ、投手がよく持ちこたえだから、それが結果として失点として出なかったってだけであって、ピンチ自体は何者かによって作られたんじゃないかな。まあそれが遊撃手なのか、まあそれ以外のポジションなのか一旦置いといてね。奪三振、吉木の部分ではリーグトップ。やっぱ三振取る力があるからピンチでも抑えれるんでしょうね。野手成績はチーム打率は2割5分1厘となっていて、失点数は506。さっきと比べても間違いなく得点を取る力、打率、その他の部分っていうのも減ってる。本塁打は全く同じですけどね。ただそれ以外の部分は間違いなく悪くなってる。盗塁数に関してもワースト、まあ、全体的に走れないチームというデータが出ている。違いはここまでチームの部分では出ている。個人の部分ではどやろかね。また藤浪の成績から確認していくと、どや、あ、今回も規定投球回到達してないのか。で、西は 2.75 で8勝8敗。どこ行っても勝てない西やな。大八木もね、神を犠牲に必死に投げてるのもこれか。かわいそうやな。報われないっていうのはね、いつか報われる日が来てほしい。藤浪、ここにいたまた一番下の防御率 5.47 で、どれくらいのデッドボール与えたん、これまた。あ、今回2つなんやね。相手チームに優しい野球はしたけど、自身には優しくなかったと。なるほどね、分かりやした。これ以上言及することは特にない。じゃあ続けて B 選手の個人成績、そこを見ていきたいと思います。成績オープン。打率2割6分8厘と、まず率から違いが生まれたね。143試合互いに遊撃手としてフルで出場したらしい。そこはめでたいですよ。糸井さんのようにね、ポテンシャルはあっても筋肉はあってもですね、決試合に出れないとかいうのは今の現代野球論外なんですよね。そういうことを考えたらこっちの方が貢献度高いですよ。遊撃手でありながら143試合出た、偉い偉いね。大体40代のおっさんがお前フルで出てんだから、お前ももうちょっと頑張れやっていうね。いつもいつでも抜けとるであんた。そのやからあまり選手としての魅力も感じられへん。おっと待て、糸井ディスはここまでにしておきましょう。今回関係ないからね。一通り見ていこう。143試合にフル出場で2割6分8厘、515打数の138安打、2塁打16本、3塁打0本、本塁打何本、12本と2桁を記録している。互いの遊撃手は2桁記録か。塁打数190塁打、打点は62打点と、やっぱ8万起用でありながら多いよね。それは機械に恵まれてるからだろうね。前のバッターが打つんでしょうか。打線につながりがあるんだね。それもあってか、まあ多い。だからこそ打点を稼げてる。ただ打点の違いがあるのは単純に打ってる打ってないの個人の違いやね。本塁打率は 42.9、 得点比44得点、三振79個、フォアボール42個、デッドボール1つ、ギダ0、ギヒ5、併殺18個か。取りは0で、その他長打率は3割6分9。いや待て、左が1割7分8と全く打てていない。タイミングは3割1分6なんで、右限定で起用したらもっといい数字になった。いやいや、遊撃手でフルで起用する、左から逃げちゃあかんぜよ。うん、で長打率3割6分9、出塁率3割2分1、 OPS 6割9分ですね。それでいて守備の部分を見ていくと、年間エラスは29個だってばよ。だってばさ、このエラスというのは間違いなくセリーグトップですよね。これを上回るやつはいちゃダメ。うん、いないですね。坂本がまた20個してる。でも坂本はこんな打撃成績を残せるから許されんねん。 A もそうやったね。でもオタクはどうなんでしょうかね。あの OPS 程度であかんやろ。で、楽天のウィーラーもこんだけしとるわな。うん、これはあかんやろ、普通にね。大して打っとるわけでもないの。巨人はこれをトレードで取ったんか。まあ、池田レベルで取れたのであれば美味しいけど、いや、いらへんな、こんなんだったらね。いや、もう間違いなく守備の部分は悪いっていうのが出てますよね。他と比較しても。29っていうのはもう論外というか、遊撃士で登録されてることすら疑う。え、なんで登録しとんのってなってくるよね。これ、投手がざわつくやつですよ。投手、あと、チーム全体、うん、もうチーム関係者、谷町、ファン、みんながざわつくエラー数ですね。全体の数字を見ていくと、首位打者は鈴木誠也の3割5分1厘で、B の選手は全体21番目と、だいぶ下の方やな。
安打数に関しても全体19番目、二塁打に関しても特別多いというわけではないので全体29番目、本塁打に関しても全体27番目、打点に関しては62打点なのでちょっと上がっての19番目も言うてもこの辺やで。打撃仕様3部門はそれにて併殺打の数を見ていくとトップじゃねえか。うわートップやんけ。てか阪神の選手並んでトップやんけ。いやなんならトップ4までおるけどね、グロいな。ここにもおるやんけお前。全体的に併殺打でチャンス潰しまくりよ。その中遊撃士の打順8番のやつがここまで打ってるってことも許されないよね。クリーンアップ打ってんのだったらこの併殺打も許されるってわけじゃないけど、まあわかる、理解はしてくれる。そうじゃない、8番で伸び伸びできるやつがなんでお前こんな打つねんっていうね。だからより印象悪いよね、こういう場面でこういうことしとるから。出塁率で見ていくとトップは山田で、全体で見ていくとだいぶ下の方でしょうね、25番目。長打率に関しても全体25番目、 OPS に関しても全体24番目。わかりますか、規定打席到達している選手が全体37人いる中、この選手は下から数えた方がいい、全体20中盤台の選手や。さっきの選手どうやったね、8番遊撃士でありながら全体 OPS ランキングは10番目以内に入ってたでしょ。もう何度も言う、構図が出来上がっとんねん。どっちが上か下か、強いか弱いか、弱者か強者かがな。確認するまでもないけど、一応年間表彰式ね、確認作業として真実をお届けするチャンネルなので、だから嘘偽りなく見ていきますね。そない、おお、ドイツ、ドリス、マジで、なんで初めて見た。基本ここはね、優勝チームから選ばれるものだし、ほんでクローザーが選ばれることってないんすけど、それでいてドリスか。どの数字残したん、ちょっとちゃんと見てないからわかんないわ。個人タイトルなんてもはやどうでもいいよね。ドリスの数字はこんな感じ。年間登板機会が65試合全てリリーフでの登板です。その中 1.21 で96イニングを投げてるわ。で、この防御率でしょ。またそれ以外の内容の部分も、まあ、8勝上げて2敗で2セーブ329ホールドポイント。奪三振121個奪っていて三振率も高く、まあ、その他内容の部分も高えわな。これはメジャーに行っても全然活躍できるドリスやな。だからベスト9に選ばれたのか。リリーフでありながらここまでのイニング投げたことが評価されてね。なるほど、一瞬驚いたが成績を見たらまあわかる。ちなみに B の選手が取れたタイトルは何もございませんでした。もう最後は全部ドリスに持っていかれたからね。何の印象も残ってないわ。なんか閉鎖打打ちまくってた B がそこにいた。なんか俺みたいなやつやったね。じゃあいつものようにこれから YouTube 内でアンケートを取っていきます。そして視聴者がどういう答えを導き出すかはもう事前にわかる話ですね。わざわざ僕がどっちが勝ちか負けか言うまでもない対決になってしまったので今回は言わない。でも2人の成績を見て思うことが一つある。今回はどっちがどっちなのか今のところ置いといて、二人の成績を比較したときに、片方のいい方ですね。いい方は、なんか、北条の育成が成功した阪神タイガース。なんか成功例な成績ですよね。で、年齢的にもまだ若い選手ですから、今後伸びしろがある。今の坂本みたいになることも十分に可能な。そういうポテンシャルを持った成績を残している。もう片方は、なんていうのかな、失敗というか、また阪神がね、新たな宝というか、その球界の宝というか、いいポテンシャルを持った選手を潰した。なんか通常世界。って感じ、時刻って感じな、阪神のこの北条って感じしませんか。あくまでもね、イメージの話です。これはね、俺のイメージとみんなのイメージがリンクしてるかは分かんないけど、俺はこういうイメージを持って喋っている。まあ、その成功した北条の世界戦の成績と、育成に失敗したいつものなんか阪神の世界戦の北条見比べたら、やっぱどっちが勝ちか負けかというのは決まると思いますので、あとは対決の結果見守るだけや。簡単な話、アンケートを取り始めてから1日後の結果このようになりやした。圧倒的ですね。 A の僕の選手に全体の 88% の投票が入って、 B の選手に意外にも 12% が入ったのは驚きやな。今回ちょっとね、いろいろと時間がなかったのでね、コメント読めてないんですよ。20件くらいいただいてたんですけど申し訳ない。まあ、ただ B に入れた理由って何やろかね。圧倒的な打撃成績の違いがあって、守備は似たようなもんや、トントンや、でも打撃成績に違いがあるのであれば、B に入れる理由って何もないと思うんですけどね。まあ、個々の野球観それぞれを尊重してあまり悪くは言わないですけども、もしかしたら何か同情票的なものがあったのかもしれない。まあ、とにかく俺としては勝ったのでどうでもいいんすけどね。これでシーズン2第2弾目グループ2人目の北条文也を撃破したことによって勝ち抜き成功でございますでやんす。
ただ何なんだろうね、この達成感のなさ、手応えのなさ、空を切った感じ、ホームランを打った感じ一切ないんだよね。それは対戦相手のレベルが低いからでしょ。これまでと比較してもあからさまに低いもんね。勝って当たり前の相手に勝っただけなので、だからここまで達成感、手応えないんでしょうね。まあでもこのグループと対決を望まれたのは、このグループを作ってくださった視聴者の方ですからね、なので企画に参加はありがたい。しかし今回僕が勝ち抜いたため、ギフトカードをプレゼントすることはございませんので、ご理解ください。これにてシーズン2第2弾勝ち抜き対決サクサクセスは終了。そしてシーズン2はもう残すあと1回にしたいと思うわ。やっぱりいい加減にね、パープロ2020が発売されてもう2週間くらい経とうとしてるんで、そっちでやった方が面白いんじゃないかなと思うので、だから次回を最後にして、またたくさんいただいたリクエストの中から、あ、いいねが多い順に、まだ戦ったことのない視聴者の方もすでに選んでいるので、その視聴者が作ったグループと対決する模様をまた後日投稿させていただきたいと思います。シーズン2は次回が最後。果たして今回見たぎりに圧倒的に勝ち越して勝ち抜いて終わるのか、それとも負けてギフトカード、そのパターンもあるかもしれない。どっちに転ぶか次回以降お楽しみに。ここまでご視聴いただき、またアンケートのご協力いただきありがとうございました。グググググバイ、またも。